続いての蹴りストライクの1本目の着地の失敗。さあ、そしてロシアの最後の演技者ローザ・ガリエワです。なんと高いダブル、しかし大きく前にバランスを崩しました。真の前方宙返りから伸身の1回ひねりです。チャーリー・チャップリンの物悲しさがやけにこのガリエはロシアチームにはあってしまうような気がしますね。最後は抱え込みのダブル宙返りですね。面白い終わり方をしましたね。何かこう魂を抜き取られたままガリエワの演技を見ていたというのが私たちのこの放送席の様子ですが、はい、もうおそらく場内のお客さんもみんなそんな感じだったんじゃないかと思います。演技が終わってこれほど悲しそうな表情をしているロシアの選手たちというのも今までのオリンピックにはなかったことです。これで順位が確定しました。1位があのケリーストラッグの跳馬で優勝を確定しましたアメリカ、そしてロシアが2位逃げ切りました。ルーマニアが2位を制した瞬間です。そして2位にはロシアチームがつきました。